皆さんはマグネシウムという言葉を聞いたことはありますか？マグネシウムがどのようなところに使われているか知っていますか？私は KUMADAI マグネシウム合金という画期的な合金を開発しました。一般的なマグネシウム合金は軽いんですけれども弱くて燃えやすいという欠点があります。ここにお見せしますようにすぐに火がついてしまいます。で、たちが悪いのはこの燃えているところに水をかけると大変なことになります。爆発が起きるんです。このように燃えやすく強さが弱いということでなかなかマグネシウム合金の実用化が進んでいません。一方、KUMADAIマグネシウム合金は軽くて強くて燃えにくいという三拍子揃った画期的な合金です。普通のマグネシウム合金は溶けると燃え出しますけれども溶けても燃えないんです。また温度が上がって1000度以上になって沸騰しても燃えないんです。これはマグネシウムの常識を覆した結果です。材料研究ってどういうものかご存知ですか？美味しい料理を作るためには腕のいいシェフといい素材が必要です。性能のいい工業製品を作るためにも腕のいい技術者といい素材が必要です。私たち材料研究者は産業界にできるだけいい素材を提供しようということで日々研究をしています。どうしてこのような大きい飛行機が空を飛ぶことができるんですか？わかりますか？アルミ合金でジュラルミン、超ジュラルミン、超超ジュラルミンが開発されて軽くて丈夫な機体ができるようになりました。またニッケル合金で耐熱ニッケル合金が開発されてそれをタービングレーダーに使った高出力のジェットエンジンが実用化されるようになりました。これらのことからあの巨大な航空機が空を飛べるんです。すなわち新材料がイノベーションを起こすんです。私は小さい頃から大学院まで非常におとなしい人間でした。目的意識もなくただぼんやり生きていました。目の前に壁ができるとそれを避けて避けていくような人間でした。しかし24歳の時に父の死に直面して考え方が大きく変わりました。父が死んだ時に父は自分の人生に満足したのだかどうか、自分の人生に後悔しなかったのかどうか自問自答しました。そして私はいつ死んでも後悔しないように一日一日大切に精一杯生きようというふうに考えたかなとありました。またそれをすれば後悔するかしないか、それをしなければ後悔するかしないかを行動の基準に生きてきました。私は39歳の時にマグネシウムの合金の研究を始めました。それまで15年間一貫してアモラス合金という違う合金の研究をしていました。最近よくどうしてマグネシウム合金の研究をしたんですかと聞かれることがあります。画期的な材料を開発して世の中を当てらしたんだということで始めたわけではなくてですね、実は全然自分の意思で始めたわけではないんです。マグネシウムのプロジェクト研究にたまたま誘われたから仕方なしにやってやり始めました。このプロジェクトは日本はマグネシウムの研究が欧米に比べて遅れているのでということで企画されました。その時従来からマグネシウムの研究をしている研究者を集めてもその延長線の結果しかないんだろうと、それだったら他の分野で活躍している若手の研究者を集めてマグネシウムで研究させれば面白いことが起きるんではないかということでアモラス合金の研究をしていた私も興味がかかったということです。材料研究者だけではなくて普通の研究者も新しい研究を始める前に過去の論文を徹底的に調べます。
私もマグネシウムウォーキンの論文を徹底的に調べました。そうしたら困ったことにやり尽くされてるんですね。自分のやるとようなところはもうやられて残ってない。どういうふうに研究を進めたらいいか途方に暮れました。そしてプロジェクトリーダーやめさせてくださいと言いに来ましたら、そのあとしたら研究者生命が終わるぞと、アドバイスをいただきました。それで仕方なしにではないんですけども、やはり人生後悔したくないと、やるしかないんだということで仕方なしに始めました。まあ泥沼の中に飛び込んだということです。しかしもうやり尽くされてて方針が立たないんです、研究の。その時開き直って基本に戻りました。マグネシウムの気持ちが分かるまで冒険探査すれば何かきっかけが得られるのではないかと思って、マグネシウムにいろんな元素を 1% 刻みで入れることを始めたんです。そしたらやっぱりこんな研究50年前に終わっているとか、教授なんかこんなくだらない研究やめろと、お金の無駄だと、しまいには一緒にやってる学生がこんな先の見えない研究はやめたいと言い出しました。苦労しました。それでももがきながらウォーキング探査をしました。で450種類ぐらい調べたことに、ちょうど亜鉛 1% とイトリウム 2% を添加した合金が非常に強かったです。その機械的特性は従来のマグネシウム合金の2倍です。普通強度材料は 1.2 倍出れば大したものなんですが、それが2倍なんです。KUMADAI耐熱マグネシウム合金の誕生です。これでようやく泥沼を早まったということになります。そして2011年には KUMADAI不燃マグネシウム合金を発見しました。これはやはり泥沼の中でもがいた分だけ力がついたからだと思います。普通のマグネシウムは溶けた状態で大気に出すと燃え始めますが、KUMADAI不燃マグネシウム合金は燃えることすらしません。これは生産するときに非常に効果があるんです。ここに航空機がありますけれども、実は航空機にはマグネシウムは使われていないんです。なぜかというと燃えやすいから航空機に使ってはいけないということになっています。ところが2年前にルールが変わったんです。燃焼試験をクリアしたマグネシウムは使ってもいいですよとなりました。まあ、これは KUMADAI マグネシウムのために規制が改定されたんじゃないかというぐらい非常にタイミングが良かったですね。ただ全然関係ないんですけれども、しかしこのタイミングというのはやはり研究では非常に重要です。で早速アメリカに送って燃焼試験をしていただいてもらいましたら、見事燃焼試験クリアしました。この結果は航空機業界に非常なインパクトを与えました。で現在は国内の機体メーカーだけではなく、アメリカのボーイングと共同研究していますし、また国のプロジェクトも動き始めています。ところでこのKUMADAIマグネシウム合金どう思いますか？かっこいいと思いますか？ダサいと思いますか？あんまりかっこよくないんですけど、結構これ力を持っている名前なんですね。庇護の引き倒しっていう言葉をご存知だと思うんですけども、最初の頃は Kawamura 合金とか KUMADAI 合金とか K 合金とか YK 合金、イニシャルですね、いろいろ言われたんですけども、肥後の引き出しを避けるために KUMADAI マグネシウム合金って名前付けたんです。これ名前付けるのは発見者の特権なんですね。でちょっと格好良くするためにローマ字を作ってイタリックにしたということです。だけどこれすごい効果がありました。というのは大学とか県が支援してくれるようになったんですね。ですから名前っていうのは結構大事です。で私は、この KUMADAI合金の研究から、成功するためには泥沼に入ってもがくことが重要だというふうに
学びました。その後しばらくして NHK のプロフェッショナル仕事の流儀で、シリコンバレーのベンチャー企業の渡辺さんがマドルスルーしたものだけがシリコンバレーで残れる、生き残れると言ってたんですね。私はこのマドルスルーに非常に共感しました。もうビビッときました。さらにそれから数年後、共同研究をしている台湾の社長に会った時に、成功の秘訣は何ですかって聞いたんです。どういう答えが返ってきたか分かりますか？頑張ったからだとか、ラッキーだったからとか、これは実力があるんだとか、そういうことを期待してたんですけども、意外にもがくことが大切だ。この時に私はもがくこととマドルする点と点が一つの線でつながったんです。そして成功するためにはドラマに入ってもがくということが大切だということを学びました。マドルスルーには4つの意味があると思います。1つ目はまず泥沼に飛び込むということです。苦労を生じしながら困難に立ち向かうといったところでしょうか。2つ目は泥沼の中でもがいてもがいてもがき抜くということです。試行錯誤しながら、失敗しながら、なんとかやっていくということです。3つ目が泥沼の早回りです。そして4つ目が大事です。泥沼でもがいた分だけ成長する力もつくんです。このマドルスルーの言葉を知ってから、私はいろんな成功した人たちの生き様を注意深く見るようになりました。すると例外なしに皆さんマドルスルーを実践していることが分かりました。これは私にとって非常に大きな発見でした。現在は KUMADAI マグネシウム合金の実用化研究を行っています。新材料を実用化するまでには死の谷があります。死の谷では周りから非難されて忘却されます。関心の的からなくなってしまいます。で、実用化研究はお金と時間がかかるんです。しかも泥臭いことが多いです。さらに研究の論文になるようなことができないんですね。ですから材料研究者としては実用化研究なんてやりたくないんです。もう基礎研究だけやって論文をたくさん出した方が評価されるんです。で、私もこんな実用化研究なんか本当は嫌だったんです。ところが恩師の松本先生が、学問は役に立ってこそ価値があると、画期的な材料を見つける研究者なんてほとんどいないんだと、お前は画期的な材料を開発したんだから実用化まで面倒見なさい、そうアドバイスいただきました。で、実用化に取り組めば後悔するかしないか、取り組まなければ後悔するかしないか悩みました。そして私が研究者になった当初の頃の夢を思い出しました。材料研究者の夢は画期的な材料を開発して実用化することなんです。そこで私は実用化研究に後悔しないために取り組むことにしました。すなわちまた泥沼に入ったということです。やはり周りの研究者からこいつは金儲けばっかりしてお金は入ってこないんですよ、研究をしなさいとか、学術論文がないからあいつ研究者としてダメだと、しまいにはトロトロしないで早く実用化しろ、日々非難とプレッシャーばかりです。ですけどももがきながら実用化研究を進めています。つまだいマグネシウム合金の軽さ、燃えにくさ、強さを活用して航空機や高速鉄道車両のような動くもの、ノートパソコンやデジカメなどの持ち運ぶもの、これらは多くの企業と一緒に開発しています。また
血管が詰まった時にこの血管をひねるげるステントのような治療をするもの、これも多くの企業と病院の先生たちと一緒に開発を進めています。従来のステントは埋め込んだら永久に残存するんですけども、マグネシウム合金を使うと1年後に自然に体内に吸収されて消えてなくなるんです。これは画期的なステントで、今世界中が注目して開発をしています。で、私たちもそれを武器を持ってますから、いい材料負けないように今一生懸命開発を進めています。で、もがきながらやはり実力がついてきていますので、少しずつではありますが成果も現れてきています。競技用の車椅子、締結やネジが実用化されました。数はそう多く出ていませんけれども、この競技用の車椅子は2020年の東京パラリンピックで多分活躍をしてくると思います。またエンジンピストンやターボチャージャーのコンプレッサーホイールなどが企業での実機耐久試験をクリアして今生産段階に入っています。これらが実用化されれば本格的な実用化になります。私の今の夢はジュラルミンやニッケル耐熱合金のようにクマダイマグネシウム合金を実用化して熊本からイノベーションを起こすことです。しかし新材料の発見から実用化までに普通30年かかると言われています。熊谷マグネシウム合金発見して15年経っています。ですからあと15年、語学覚悟です。ですから皆さんもあと15年支援してください最後に言います。皆さん泥沼に入りましょう。そして泥沼の中でたくさんもがきましょう。そうすればもがいた分だけ這い上がった時に力がついているはずです。本日はどうもありがとうございました。